ょっと今使ってる弦と型っていうあんまり紹介ちゃんとできてなかったんで、紹介します。この間なんだっけ、オーロラ紹介したけど、オーロラはちょっと一旦置いてて、今ちょっとレコーディング真っ最中でですね、あの受験の、その受験の感じがカントリーとかアイリッシュみたいなのがいっぱい入って、まあロックもあったりするので、ちょっとわざとチープな音の作りにしています。というわけで、アーセンと、これ映る、アーセンと E 線がスチールになっております。だからアジャスターを2個つけまして、私の好きな、これどこやったっけ、なんたらいうギターのブランドの、すいません忘れました、サウンドハウスで買います、サウンドハウスかで買いました。ちょっと面白い形のこのね、あのこれね、アジャスターって、あのバイオリンのアジャスターってオスとメスがあるじゃないですか、 ループとボールか、うん、あるじゃないですか。それで、そのなんでループがよう切れるんですよね、ループのところがよく切れたりするんですよ。でもなんでループがあるかっていうと、テンションをグッて引っ張ってる方が大きい音出るんですよね。とにかくそのだから、そのこっから引っ張るのか、あ、こっから引っ張るのか、もっとこっちから引っ張るのかによって短くなると、その分テンションが緩くなるので、音がいいっていうか、飛ぶっていう意味では、ループの方が飛ぶんです。なぜかというと、この場所が短いから。あのね、皆さん自分でループやってはる方は分かると思うんですけど、かなりここに近くのところにあるんで、でボールやと、あのボールは切れないんですよ、ほんまにほんまに、まあ、こっちが切れたりするけど、こっちは切れないから、ボールの場合やと、そのすごく切れなくていいんですけど、ただ結構出っ張ってしまって、その貼る距離が短くなる問題を解消したのがこちらのアジャスターになります。ちょっとなんか忘れたんで後で貼っときますね。多分1500円とかそれぐらいやったんちゃうかなと思います。はい、それをアーセント、だからここから貼ってるんですよ、端っこから貼ってるんですね。アーセント、イーセント両方つけてる。なぜかというと、スチールやからですね。ナイロンの私こっちで合わせるの慣れてるんですけど、スチールがちょっと慣れてないので、両方だからアーセント、イーセント結構細いです。でこれはイーセントは私がいつも好きなナンバーワンを使ってます。マキセンが好きなんで。でアーデーゲーはドミナントプロです。はい、ドビプロです。がドミナントプロがなんかスチール弦出してきたよね。だからそのドミナントプロのセットとかで売ってるやつじゃなくて、ドミナントプロのアーセンが今3種類ぐらいある、なんか何やったか3種類ぐらいあったと思うね。それのうちのそのスチールの方です。うん、細いです。だからあんまりこう古い、あの深い柔らかい音とかは出ない。あの結構ピャーってしてるピャーってしてます。だからクラシックとかには向かないと思います。まあ好みにもよるけど、っぽい音がアーセンでもします、うん、こういうなんかアイリッシュズ、よくそのアーセンからイーセンに来た時にここでピャーってなる問題があるでしょ。それでみんなイーセンのゼロ使うの嫌なんでしょ。そこまでせっかく柔らかい音でタタタタピャーってなるなんかそのね、ここがね、ここがピャーってなる。ただこれアイリッシュとかカントリーみたいなやるときはそれがいいんですよ。そのピヤーってした感じが下品で、なんとも安っぽくていいんですよね。だから安っぽいのをちょっと演出した方の今わざとこれにしてます。結構気に入ってるので、ですが、ただまあそうだな、ユーレズミアップをすごくこう深く弾くみたいなんには不向きかなとは思いました。うんですね。なので、すごく深い音をお届けしますみたいなときは不向きだと思いますね。で、レーセンがそれに合わすのに、今まではこのドミナントプロシルバーっていう、多分もう一番初めに出たやつはシルバー巻き。中は何なん？中はなんかナイロン的なやつで、まあシルバー巻きっていうのが多分デフォルトになってると思うんですけど、アルミ巻きっていうのが出てました。それにしました。シルバーの方が深い音します。結構グッとこう、地声寝る間に弾くよみたいな時にガーッときますね。なんですけど、あえてほら、だってイーターチープにしたから、ここで急になんかここで色気、大人の色気みたいな、ここで子供大人みたいになったら、ちょっとそこでまたそのね、皆さんがアーセンからイーセンに行く時の温度差をここで感じることになってしまうので、まあ、ちょっとチープ感出しました。シルバーじゃアルミの方がちょっと明るい音する、にしました。でゲーセンは元々の通りなので、ちょっとデーとゲーはちょっと深みになってますけど、デーをそのあえてシルバーにしなかったというあれで、ちょっと分かります、ものすごいマニアックな話してますけど、一番右からいくと、ナンバーワンっていう種類のE線、これマキ線です。で、アーセンはドミナントプロの、スチールで、
で、デーセンはドミナントプロの、アルミ巻き、うん、でゲーセンはドミナントプロの多分普通、これシルバーやと思いますね、はい、になってます今ね。そして、私こっち今肩当てをこれにしてます。これなんだっけ、なんていうやつっけ、名前忘れちゃった、浮くやつ浮くやつ、ですね。そうです。なので これはですね、ちょっと前ね説明したかもしれないけど、なんかこういう部品を取り付けるんですよね。ここがね一体かなって顎当てもついてるやつも出てるんですけど、私はこれを顎当てね、バナナが気に入ってるんで、はい、でそのこういうのを取り付けます。だからこの下の部分で普通やったらね、ここにこう取り付けて終わりなんですけど、こういうもう全部外して、こういうのとかああいうのとかしか言うてないですけど取り付けます。でそこに、調節、いろいろ、まあ調節はいろいろできますね。高さだったりこう角度だったりはここでいけるなんですけど、まあ、だからケース入んないからねこれ取るんですけど、ケースから出したらこうしてガチャッとロックするともう外れないよと、多分これで貼ってると思うんだ間違って、日本語の説明がないからよう分からないんだよねって感じです。だから浮いてますと非常に大きなとこが出てていいかなと思います。まあ硬い、硬めなんで、合わない人はほんま合わないかもね。柔らかい、その何ていうの、こうスポンジがきっちりあってこう全部覆ってくれるのがいいとかいう人はちょっとあれなのかもしれないですね。この場所はもうちょっと下とかもうちょっと上とかもこの角度とかで調整ができますですね。ただね、なんかねこれ本当に難しい問題やったんやけど、ここにこの金具を取り付けないといけなかった手前、これがですねちょっと出るんですよね、向こうに。どうしてもその金具のそのこのね ものの問題で、金具っていうかプラスチックですけど、でこれがその外れてしまうっていうね、これしっかり締めてんねやけど外れてしまうっていう問題が起きまして、ずるずるだんだんこっちに出てきちゃうみたいな、多分ねこれ下の方が出てるから上も一緒に出ちゃうみたいな問題があって、これが結構難儀やったんですよ。でよくこの顎当ての下のところにはコルクがねあるんですけど、そのコルクはここにおるのに、そのコルクとこのこっちの粘着みたいなんでつながってたりするんですけど、それがニュルッとこう外れて、なんかコルクだけ残っとるみたいなでバキッと剥がれるみたいな、演奏しててね、顎当て外れたら入れ歯みたいにガバッと外れたらもうどうしようもですね。片当て外れたらねつければいいですけどね、顎当て外れたらちょっと金具持ってきていいですかみたいになるんで、ここね穴閉めるんですけど、なので困ってたんですけど、いろいろ楽器屋さんと相談した結果、花瓶の下とか電化製品の下に引く滑り止めってありますよね。ね、これあとマットとかの下に引いとくと滑らないっていう、こうなんかプラあれなんていうのゴムみたいなのできてる、それをちっちゃく貼ってここに入れました。はい、だから楽器屋さん OK だったんで、はい、そうですね、これ見えるからちょっとだけ見えてるけどね、そうすると滑らなくなりましたこれもうずっとここ1ヶ月ほどずっとこれでやってるけど全然問題ないですね。コルクね、コルクは問題なさそうやったけど、コルクをつけてる粘着のとこがついてるみたいなね、まあ、形だから無理があるんやと思います。でもこれでなんとかなってるんで、はい、すごくこれで大きな音がします。だからどこもその触れていないので、よくねある方当てはここを止めるタイプのクンとかねあるじゃないですか、ああいうやつ横をこう押さえるのでこう振動をねギュッて押さえる感じになるんですけど、その振動を抑えるか自分の体に優しく取るかっていうとこはこうメリットとデメリットで皆さんこう選んではるんやと思いますけど、これは結構浮いてて、しかも私結構好きでした。でも私が好きで、私かなりこう首が短くなってるんですけど、こうね前に行ってるのねこれはバイオリンのせいなのか、ここが多分すごい飛び出てると思うんですけど、なんかめっちゃ太った、もっと太ってた時にこう胸を張ってやるとお腹がバーンって出るから、それが嫌でこうずっとこういう感じで歩いてたんでそうするとなんかこう首が前に出てしまったんで、まあ、体型やったかもしれないね、なので、まあ、結構低めなのかな、上げたような気もしますけどね。なんか説明書を一生懸命読んで、というわけで、今日はちょっと弦とねなんかグッズ紹介しておきました。で、なんだっけ、あれよ、もうなんかライブハウスがオープンしたりとか仕事がガンガン来だしました。なのでこれからリアルであっちこっちでやっていくと思いますので、よかったら皆さん聞きに来てください。もし配信できそうなところは、その配信ライブって言って別にチケット売ったりとかしてないところはもう YouTube でもなるべくガンガン流していこうと思ってますんでね、はい、応援していただければありがたいでございます。というわけで、今日はね、こんな感じにしたいと思います。はい、今回ねこんな感じになってます。はい、お疲れ様です。